とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーの周回ですね。やっていきましょう。今回はね、どれだけ早く行っても、35、6分。それぐらいかかるね。できれば20分台の時に周回した方がいいんだけども、まあ、とりあえず、10周ぐらい、2日にわたってやってみたいと思います。では、行きましょう。一発目、おー、なんか、うん、こんな感じか。トルバはね、欲しいっちゃ欲しいね。あー、叫びはいらない。フロストバイト、使えるところでは使えると思うんだよね。弓ダメージが 30% アップ。ソウルフォーカス1、ダメ。エンターテイナーいりません。無謀1か。次、どうだ？あー、不吉な剣って出やすいよね。不吉な剣やたら見るんだよな。谷の小玉もいりませんね。あー、連鎖反応さん、使えるには使えるけど、バーストゲイル棒の方が強いね。あー、キョブさん、いやでももう持ってる、いらないかな。鶴橋、あー、輝き1、まあいいか、2つ目でもいいか。3回目ね、なんだこれ。黒狼の鎧と狐の鎧はいらないと思ってます。いらないね。エンチャントも良くない。黄金はどうだ。ドッグ4いりません。次、またまた、またか。まあいいや、反逆者、叫び。これはもちろんいらない。ソウルフォーカス2。心奪うものもすでに最強を持ってる。爆発1。調子が悪いな、今日は。はい。お、怒り。だけども、いらないけどね。どうだ。爆発1。ちょっと待って、今日、黄金がほんと良くない。こっち爆発3だけど、弓にはつけなくていいよ。しだれつたもいらない。テンポセフト1。いや今日ほんとダメだな。ダメだな。続々スピア2つもうすでに持ってるからいらない。エイリー1か。いや今日ほんとつかないね。いいのが反逆者はポーションバリアがついてくれば嬉しいんだけど、火炎フォーカス3か、いらないな。スパイダー。霊気1いりません。調子悪すぎ。どうでしょうか？あー、空腹の恐怖。いいね。まあ、ダガーと、これはいりません。まあ、もちろん、黄金は全然よろしくないね。空腹の恐怖。意外と欲しい。見た目がね、かっこいいからね。どうだ？なんだろうね。かもなく不可もなくっていう感じなんだよね。まあ、あっても全然いいエンチャだから、そうね。キープだな、これは。うん。これはキープです。それでは、あと3回やります。あと3回ですね。ゴーストキンドラ、もうすでに最高のやつあるね。ゴーストキンドラもある。うん、叫び出やすいわ。あー、これも最強作れるね。 C 下に、ダイナモと、リフレッシュがついてるね。真ん中に痛みつければいい。あ、結構お得な感じだね。でもまあすでに持ってるからいりません。問題これ大釜。ソウルフォーカスつきそうだな。防護だったらまあまあギリオッケーよ。なんだ、いらない。重力パルスは場所によってはね、デバフになるんだ。アウト。あと2回。次はどうですか。虚無にか。そうね。いや3だな、3だね。やっ
ぱり弓では最大倍率を出したい。ダメ。これもいらないわな。シナジー、いや使いにくいよ。忙しくなるぞ。ゴーストキンドラー、ソウルフォーカス3か。いや確かね、キンドラーでソウルビルドやったんだけど、確かね合わない。うん、やっぱりダメージが上がる、もしくは、ソウルをたくさん入手できる、そういうやつじゃないと合わないんだよな。ではラスト行こう。ラスト、いやしょぼいな、しょぼいな最後。重力パルス、最後の叫び、よくある。浮遊射撃1、いやいやいや全然よくない。まあそうね、空腹の恐怖ぐらいは今回良かったかな。いや周回に時間かかるやつだから、もう少しさ、なんか出してくれてもいいかなと思うんですけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。